今日はモーホとマイリの質問コーナーをやっていきます。今日は二人でビールを予約しようと思って、こちらをこれ大丈夫出して。一応モザイクかけてたら。でこれまゆりちゃんが準備してくれました。私が外出中にやってくれたらしいです。やっとしい、やっといたしまして。じゃあ一口いただ…あ、危ない危ない一口食べる。どうぞ。まゆりも私もせーのが3、はい。めっちゃ美味しい。クリームも甘すぎん、合う、最高。ちゃんとしようもでも。そう、ちゃんとしよう、マジでちゃんとしよう。2人の出会いはの質問です。トップチャンネルみたいもも、2人の出会いは中学…え席前後だったみたいな。元彼何人？私はこの前も言ったんですけど、3年付き合った元彼が1人で、短い期間入れて何人ですかっていう質問もあったんですけど、短い期間入れても2人エマリは3人かな。はい。好きなタイプ、人柄と顔。顔？人柄と顔？うんうん。あ、私は鼻筋が通ってて、左右の顔がちゃんと対称で、うん、で、この顎の骨格がしっかりしている人です。はい性格は性格は、うん、性格素直な人、うん、素直な人。うちめっちゃ書いてる背が高い人、立った時好き白Tで筋肉ある感じの人好き、かっこ晴れた。しかもさ、別に好きまで書かんでいいのにさ、好き書いとった。いやでもこんなんもある、嫌なとこもあるよ。酔って顔赤くなるやつ無理バカにしない、人のことをバカにしない。彼女のこともやし、人のさ趣味とか、それこそアイドルが好きとかいうのをバカにせん。無理、嘘つかない。何かを一生懸命してる人。ああはい、これもそうですね。自分ができないことができる人。気になる人できたんだけど、元彼忘れられない、無理やり忘れたい、浮気されたのに、うん、いつまで引きずってんだろうです。うわあ、やめて、そういうのあ、すいません、すいません、すいません、カットで無理やり忘れたいって考えとる時点で、うん、もう元彼のことを思い出しとると思うけ、無理やりは忘れん方がいいよね、本当に、うん、何もう、もう無に無無です。とりあえず今は別にね、気になる人にね、気になる、まあ言えない、うん、気になる人にと付き合っても、うんうん、次、これは個人的な私のあれなんですけど、いつも可愛い上顔に癒されてます、ありがとうございます。ありがとうございます。髪の毛はウィッグですか、エクステですか。あ、これ前にも答えれるね、今はい、答えちゃいます、はい、私は地毛です。ウィッグじゃないです。で、私はエクステです。シールです。80本です。ドーン80本。次、質問じゃないんですけど大好きです。ありがとうございます。私も大好きです。私も大好きです。ありがとうございます。次、好きな人と二人きりってなったら喋れるんですけど、好きな人がいつも男子と大勢で固まっていつも喋りかけられないんですけど、どうやってアピールすればいいと思いますか。目線を送りまくる。マリはどう思う。タイミングを狙う。あ、一人になったタイミング。いや違う、ずっと見て、なんか女子が入れそうなタイミングとかあったら、うん、あ、なんかこう、なんかさ、ノリのいい友達にさ、うん、なんか言ってもらうとか、そのノリのいい友達と一緒にその場に入るとか、うん、確かに。でも2人でさ喋れるなら、うん、いいんじゃない2人き
になる場面があるってことやろ。なんならね、二人きりで喋った方がね、うん、いいと思う。いや、そうよ、いいと思う。次、次、長く付き合う秘訣を教えてほしいです。でもさ、そう、これを言おうと思ってた、うん、とマユリとモモちゃんって本当に価値観が真逆なんよね。中学校の時はめちゃめちゃ喧嘩しちゃって、うん、頑張ってすり合わせよったのと思う。その時にお互いの価値観ぶつけ合って、うん、めっちゃ面白い。価値観でもないな。でもなんやろうね、別に喧嘩してもいいって思えるもんね。うん、何も気にしてない。そう、別になんかなんでないのね。他の人やったらちょっと気にするのに。脱線してない？いや、そう、違うやん。うん、だけ人とまず長くおること、他人と喧嘩する？いや、喧嘩してもいい人と付き合う、うん、じゃない？まあね、喧嘩できる人とお互いのことを尊重し合うかな。でも、うん、でもやっぱりそうじゃない？尊重し合っとった、ね、思いやり、思いやりですでもう思いやりどっちかがなくなった瞬間終わりと思う。うん、うん、次、あ、次、彼に愛されすぎて私がこんなに愛されていいのかなってたまに思うことがあります。あ、思わねえ、思わねえ、もっと愛されろ。あ、もっと愛されるね、もっと愛される、ちょっと、うん、本当にそう、本当にこんなこと考える暇はないぐらい考えなくていい、うん、もっと相手のこと考えてあげたら。はい、そうです。次笑っちゃいけんかもやけど、一回異性とご飯行くとその人から連絡なくなります。何か悪いところがあるんじゃねえ。めっちゃ、なんご飯、ご飯なんや、ご飯だけやったら、うん、食べ方とか、え、お金払うふりせんとか、あ、おごられるの当たり前みたいな。でも分からん、何にもこれしか書いてないけ、うん、分からん、勝手な想像で言いよるけど、想像でそれか、やれると思っと思われたから、で、やれんやったっけ。いや、でもね、何回かトライされんかな。いや、それやろ、あ、傷つく程度で、覚悟が、そう、覚悟でできそうなら聞いてもいいと思う。聞いてみてもいいと思います、うん、なんか逆に友達になりたい、こういう人と、うん、で、言ってあげたい、もうそれやね、みたいな。あー、見てみたいね。そう、見てみたい、面白い。じゃあ一緒にご飯行きましょう。ご飯も次、好きになるのは見た目と性格何割ぐらいですか？5かな。6-4。これ大問題、大問題、はい、彼氏に浮気されました、でも大好きで今でも付き合ってます、はい、これって間違いですかね？間違いです。もう絶対別れた方がいい。マジ間違いです。もう 100% 間違いよね、うん、これは。いや、もう、いや、一瞬で浮気しとるって分かった瞬間、一瞬で分かっとんやん。分かっとるよ、浮気されました、でも大好きで今でも付き合ってます。え、言えてない、浮気され、あ、多分言ってないんじゃない。言ってないよね、絶対、うん、しんど、しんど、え、でも絶対に別れた方がいい、絶対に 100%。 え、でも一回彼氏聞くべきじゃない？じゃないかもしれない。おかいかもしれんやん、 0.0001% で、もしかしたら絶対別れた方がいい、もう今すぐこれ見て今、あ、ダメダメダメ、こんなダメ、こんなまで別れた方が幸せになる確率はめっちゃ高いとなると思う。絶対もっといい男の子がおる、絶対に。でも、あの、出てこんけど、まだ出てこんけど、出てこんけど、出てこんけど、でもフリーの方が幸せと思う。しかもさ、彼氏と会う時とかもしんどくない？確かに、無理、いやじゃない、あの、マジで無理やわ。あの女と会ってきた後かなとか考えたらさ、絶対無理、何探しよう。暑いな。次、悩すぎてどうしようもないときどうしたらいいですか？なんか悪いことが起きてもそれすらもポジティブに捉える。悩すぎ、前に何だっけ、うん、言いたいのは、あ、全てのことに感謝するじゃない？悪いことも、まあまあまあ、いいこともにも、うん、なんかそうそう、これがあったけ自分がこうなったっていう、なんこと、なんか、でもね、難しい。感謝からの、感謝からのいい思い込みでめっちゃ大事で、うん、いい思い込みしまくったら、なんかいい出来事もめちゃくちゃ起こるようになるし、ポジティブになれって言われても難しい、うん、無理やりポジティブになるのも違う。こういう質問はマユリが向いとる、うん、よくなえるんです。そう、よく、これでもそういう時は赤髪でもね、もう一
なんか認めるのが大事。自分で、あー泣いてるな私みたいな、うん、で泣けるなら泣いた方がいい、うん、で前の友達の話やけど、これはなんかわざと感動するドラマとかを見て、うん、涙を流すらしい、うん、でしたらなんかちょっとは晴れたり、こう運動もいいし、うんうん、なんか本当にね、運動とか、うん、運動したらマジ何も考えない、自分で自信つくし、そうポジティブになる、そう、うんうん、慣れた時はだけ動いたりする方がいいかも、うん、次あ、じゃあ今度彼氏と福岡に旅行行くのですが、おすすめの場所とかあったら知りたいです。私は糸島です。でも糸島はレンタカーないとちょっときついかも、うん、カラト市場とかもいいかも、山口県やけど。でもめっちゃ近い。好きな人いますか？いません。いません。ミフィー。恋愛の質問めちゃくちゃしかないぐらい。あ、陰でこそこそ悪口言ってる子どう思いますか？めっちゃ嫌い。めっちゃ嫌いやし、なんかでも相手にしないのが大事よね。あ、ほんと気にせんでいい、うん、なんかなんやろ、自分の意見を主張しようって思った方がいい。あの人は自分の意見は主張してきようやな。あ、だけどもうあの人はまあこうやってそうやって自分のことを思ったやな。次、話したことないけど目が合う人の心理好き。気になるんやない、うん、見よるとしたら気になるよね、多分。なんかついたようにしてるか。ずっと。これなんかずっと毎日。毎日ずっとなんかついたような。じゃそれか好きか。極端すぎやろ。次。彼氏が友達とガルバに行ってました。ガルバって許せる範囲なんですかね。その人によるよね、多分これは。もう人による。人によるけど、私は嫌は嫌やけど、なんかあんま、いや無理無理です、すいません。周りは、まあ、人まず信頼できとる人っていう体で、うん、でもなんで行くんと思う、違うのに、なんで行くの、2人で行きたいとかならやったらはってなるけど、うん、誘われてもう行くに応援みたいな感じやったら、なんかでもそれを言い訳にする人ってなんかどうかな、いや俺とは思うけど、でもそれもそれその人次第じゃない、なんかそれすらもそれすらも断れる人がかっこいいなとは思う。まあ確かに、うん、断れる人は断れるくない、ちゃんと、いや断れるよ、俺彼女おるけ、うん、でいくら上司でもほんとごめんなさいみたいな感じで言ったら、そんなんか腕ひめちゃくちゃ無理やり引っ張られていくとかはそれはもうパワハラ、うん、パワハラです、うん、いやだけどその会社はじゃあやめた方がいい。結局はその彼女による、許せんやったら許せんでいいと思う。この方が無理なら無理って言ったらいいと思います。ね、うん、次、ももちゃん高校卒業後は進学しなかったんですか？すいません、就職しました。マリは一応、あ、まだ大学です。大学生。メイク用品よく買うところはどこですか？9点が一番多い。9点、外で買うならプラザ、うん、とか、スタイルコリアンっていうのが、というサイトが9点よりなんかめっちゃ安かったりするし、常時セール価格やけ、ここは結構見てほしいかも。あれは？あれは、でも基本ドラッグストアとかかな、うんうん、あ確かにドンキとかでもたまに、あドンキドンキドンキ。次、クラスに怖い女子がいてその子にフォローを外されました。ももちゃんはそんな経験ないですか？ももちゃんこっちにしよう、うんSNS とか、あ中学の時はなかった、一緒の時はなかった。で高校は、高校は前にはしたら一見やったっけ、してなかった。あそっか、そうインスタ禁止やった前には。あったあった。高校の時はほぼ女子校みたいな高校で、嫌な経験をしたことはめちゃくちゃある。うんうん、なんかまずなんか関わりたくなかったけど、多分赤消したんよね一回で、もう自分の仲いい友達だけのアカウント作って、もうそれでずっとしよったかな。もう関わらないことが一番いい。でも中学生とかやったらちょっと大変じゃない？一緒じゃない中学も、うん、別に。ちょっと違うよ、なんか、うん、付き合ってない異性とお泊まりするのはノットだと思いますか？やらんならいいんじゃないかな。マユリの考えを勝手に言うけど、
自分がめちゃくちゃその人のことを尊敬しとって好きとかなら、まあ、やってもいいね。で、まゆりは多分もう自分が好きならいいと思う。私はもう無理。付き合ってない人とやるのは絶対に無理。いや、でも、それは価値観。あんまやらんほうがいい。あんまやらんほうがいい。いいことはない。次。自分が好きな人と自分を好きな人、どっち選びますか？自分が好きな人やね。自分が好きな人、下です。自分が好きな人です。次。浮気されてから人のこと信じれません。あ信じさせてくれる人に出会うまで待ちましょう。でもそれまで信じんね、信じれんけさ、うん、だからそれでも信じさせてくれる人を待つしかない。でもそれは思い込みやけ。え、もうなんかね、めっちゃあの本当に私はその人のこと信じれんっていうのはめちゃくちゃわかるんですよ。その信用、本当に信用できんのでさえもう信用させてくれる人に出会うまで待つしかない。もう裏切られてもいいって思って、うん、人と人と関わって生活したいならそう思って生活せんと、うん、確かに厳しいと思う。だってあこの人信じられてないなって多分伝わると思う、うん、なんか疑われとうなって伝わると思うし、だからなんかそこまでもうちょっとなんか自分に自信が持てたら多分裏切られても怖くないと思う。自分に自信をつける、うん、自分にね何かをね磨けば。そうです。もうすぐテストなんですけど、一番集中できる場所はどこですか？図書館。図書館いい、マジで、うん、学校の図書館いい。はい、あの私はもう集中できないんで読めません。ちょっとこれ、いやずっとったとしてもあんまり面白くはないかもしれない。人に依存しやすくて恋愛でいつも悲しくなります。依存しないようにできることありませんか？シャンパン、よいちょえ、依存しない方法、うん、自分に自信をつける。マジで、うん、そう、自己肯定感上げ、依存させるぐらいな気持ちになろう。そうやね。でもあんた結構最近よね。でもいや、何が、何仕事してんの？いや結構なんでも、でも依存なんだかんだしてしまう人って、うん、なんかね、多分ね、でも友達が少なかったりそういう人は依存しやすいとは思うけど、うん、でもだっけ人のこと信用できてない人とか絶対、うん、そう彼氏に依存するけ、うんうん、でもその人しか信用できんけさ、さっきの子じゃないけど、うん、だけ自分に自信つけて、うん、自己肯定感もっと上げて、うんうん、だけなんか自己肯定感、一緒によって自己肯定感が下がる人とは、女の子も男の子もやけど、そういう人とはおらんようにする、うん、関わらんようにする。自分の環境をね整えた方がいい。以上。あ、高校生のうちにやっといた方がいいことを教えてください。え、もう自分がやりたいこと全部。写真めっちゃ撮る。自分がやりたいこと全部。次、復縁ありだと思いますか？あり。でもすぐは無理と思う。なし。なし。なし。なんでですか？あ、理由は。あ、そのわ、え、でももう別れとるってことはなんかそのお互い嫌なところがあったってわけやけ、もう。あ、じゃあ。あれ？ってことやけ、うん。なんかまた繰り返し同じことになるんじゃないかなって思うけ。です、うん、ありか。ストレスってどんな風に発散されてますか？自分がやりたいって思う欲を満たす。あ、その時に、うん、いろいろあるよ。だっけ、うん、まあ、はい、あなたはあんまストレスたまらんか。参考にならんや、うん、だっけ、参りの参考にしてください。あ、やっぱり充電ない。